当県家は中華人民共和国香港特別行政区の初代行政長官。父は一代で船会社オルを起こした東広し雲。1947年に一家で香港に移住。1960年イギリスのリバプール大学を卒業。1969年に香港へ帰国するまでは米国在住。帰国後はオルに入社し、 1982年父親の死に伴いその事業を継承する。1985年に世界的な海運不況に見舞われ、オルモ経営危機に直面する。1986年に新中派企業家である閣営東の仲介により、中国資本企業である中国銀行からの融資や招き商局の支援を得て危機を脱した。父の東博士群は、 中華民国の国民党政府と親しかったが、これをきっかけに、当喧嘩は中華人民共和国の中国、共産党政府にも近い立場に立つようになる。また、パッテン総督の時代には行政局議員も務めた。そのため、中華人民共和国だけではなく、イギリスや中華民国とも関係のある人物として、後に行政長官候補とされた。 1996年12月、400名の選挙委員会により、初代行政長官に選出され、1997年7月1日の特別行政区発足とともに就任。2002年2月には、無競争で再選され、任期は2007年6月末までであった。2005年3月、中国人民政治協商会議員に選出された。これと前後して、 香港各新聞に、党が2007年任期満了前に辞任し、政教副主席に就任するという報道が流れた。党が記者に聞かれても伝文を否定せず、辞任の観測が急速に強まっていた。3月10日、健康問題を理由として、正式に辞任を表明し、3月12日には、政教会議で副主席に選出されるのと時を同じくして、 国務院から辞任を許可された。基本法の規定により特別区政府ナンバー2である、曽ゲ県政務長官が行政長官代行に就任した。補欠選挙で選出される行政長官の任期については、当県下の残り任期である2007年6月末までなのか、あるいは通常の指名選挙で選出された場合と、同じく5年間なのかについては、基本法に、 明確な規定がないため見解が分かれたが、全人代常務委員会の釈放権行使及び、香港立法会における行政長官選挙条例の改正により2007年6月末までで決着した。補欠選挙は立候補に必要な選挙委員の推挙を獲得した候補者が、曽加下県しかいなかったため、曽加下県が自動的に公認に就任した。当県下の政治姿勢については中国。 共産党政府よりであるとの見方がほとんどである。行政長官在任中は規定により、香港大学、香港中文大学等の名誉総長を兼ねた。公用車には1997年の就任時に、トヨタ自動車から特別に贈られたトヨタセンチュリーを愛用した。ありがとうございます。